カジノズルルイスラムカジノズルルイスラムはベンガル語詩人、文人、音楽家、独立運動家、バングラデシュの国民詩人であるとされる。宗教史や抑圧への抵抗をテーマにした詩や歌を数多く制作した。ノズルルは反逆の詩人と呼ばれることがあるが、これはノズルルの社会正義を求める政治活動の結果である。ノズルルの芸術的活動には歌の創作が 大きな比重を占め、約4000曲にも及ぶ膨大な作品群は、ノズルルの歌を意味する、ノズルルギーチと呼ばれる。ノズルルは、バングラデシシ国内のみならず、インドの西ベンガル州やアッサム、トリプラといったベンガル語を話す住民の多い地域を中心に授与され、また検証されている。ノズルルは代々、カーディを排出した、ベンガルムスリムの家系に生まれ、若年の頃より、 宗教教育を受け、地元のモスクで無圧ンとして働いた。マタレッター・ダルという地方劇の制作に携わりながら、試作、劇作、文学を学んだ。1917年に英院軍に入隊し、第一次世界大戦中はメソポタミア遠征に従軍した。その後カルカッタで新聞記者として身を立て、試作を通じてイギリスによるインド支配を批判し、 革命を呼びかけた。イギリス植民地当局は、インドの独立を求めて活動を続けるノズルルを何度も投獄した。ノズルルは、獄中で、ラジャバンディーやジャバンバンジを表した。ノズルルの著作がテーマとした題材は、自由、人間中心主義、愛、革命と多岐にわたり、宗教やカースと、性別に基づく偏見や原理主義に反対した。 作品形式に関しては短編から長編の小説随筆も書いたがとりわけ詩と歌曲といった因文で知られる。ノズルルはまたベンガル語でガザル形式の詩を書いた最初の詩人である。ノズルルはまた立造の面で効果を得るためアラビア語、ペルシア語、サンスクリット語の語彙を自作に取り入れる実験を行った。ノズルルが作曲した歌曲は4000曲近くに上る。 1942年、ノズルルが43歳の時、原因不明の症状が、ノズルルを襲い、発話と記憶ができなくなった。ウィーンでは、ピック病と診断された。ノズルルは病気のため身体も次第に衰え、孤立を余儀なくされた。ジャールカント州の病院で数十年過ごした後、1972年に、バングラデシュ政府の招きに応じて、ダッカへ移住した。 その4年後の1976年8月29日に、バングラデシュで亡くなった。若い頃のノズルルエイン軍の軍曹に身を包んだ、ノズルルノズルルは1899年5月24日の火曜日、ベンガルカンクのチャローリア村で生まれた。家族は、タールクダールと呼ばれるムスリム系の地主貴族であり、ノズルルは男3人女1人の兄弟の、次男であった。 父の家事ファキール・アフマドは、地元のモスクで、礼拝の同志を務めたり、礼病の管理を任されたりしていた人物であった。ノズルルの子供の頃のあだ名は、ネクラ・デューク・ミアンであった。モスク付属のマクタブ、ダルガ・フズイのマドラサで、イスラーム諸学を学んだ。ノズルルの父親は、ノズルルが10歳の時の1908年に亡くなった。ノズルルは、モスクの管理人の仕事を、父から引き継ぎ、 家計を支え、後にはそのモスクで、礼拝の呼びかけの仕事もした。ノズルルは、おじがやっている、ディトという旅回りの田舎芝居に惹かれ、一座と共に、旅をして、演劇を学び、歌の作詞もやった。ノズルルは、経験を積みながら、ベンガル語文学とサンスクリット文学、聖テプラーナ等のヒンドゥ教の文化に関する知識を、深めた。ノズルルは一座のために、田舎劇、 C.H.S.E. チ,チェハーショーングから神話劇や歴史劇まで様々な芝居の脚本を書いた。1910年にノズルルは一座を抜けてラニガンジにある高等学校に入学した。学校ではユガンタルの活動家をしていた高校教師ニバラン・チャンドラ・ゴタックに影響を受けた。後に作家となるサイラ・ジャナンダ・ムコパ対セイロ・ジェノンダ・ムコパドヨイトはこの学校でクラスメイトであった。 ノズルルは、その後、詩人のクムドランジャン・マリクが校長を務める学校に転校するが学費を払えず退学した。その後、コビガンの一座に入り、アサンソルの町のパン屋や茶屋で働いた。1914年にノズルルは、トリシャルにあるダリーランプル高校に通い、ベンガル語、サンスクリット語、アラビア語、ペルシア文学、ヒンドゥースタンの古典音楽などを学んだ。 教師たちはこれらを学び研究しようとする、ノズルルの真剣さに感銘を受けた。ノズルルは10年生までの家庭を終えたが、大学入学許可を得るための試験に出席せず、進学ではなく、軍への入隊の道を選んだ。1917年にノズルルは18歳で、英遠軍に入隊する。この選択には2つの動機があった。1つは、若さゆえの冒険への渇望である。もうつは、 当時の政治への興味である。ノズルルは第49ベンガル連隊に所属し、カラチ関東に配置された。カラチでは交戦経験こそなかったものの、ハビルダールから同連隊の受品係将校にまで階級を上げた。この時期にノズルルはロビンドロナとタクルとショロットチョンドロチョットパッタイの作品を集中的に読んだ。同時にシーラーズのハーフィズやウマルハイアーム、 ルーミーといったペルシア語詩人の作品を連帯にいた別のパンジャーブ人のムスリム知識人から教わった。ノズルル自身も創作を行い、最初の3文作品集、ボーンデューラー・アトマカニーを1919 19年5月に出版した。1919年7月には雑誌版ギア・マッスルマン・サヒチャ・サミチにノズルルの詩作品、ムクティが掲載された。 1920年にノズルルは、第49ベンガル連隊の解散に合わせて、軍を除隊した。そして、当時、インドの文化上の首都であったカルカッタに今日定め、前出の雑誌バンディーやマッスルマンサヒチャサミチの編集に、加わった。同誌で7年間ほど働く傍ら、ノズルルは、一作目の小説ボンド法をはと第一、詩集を出版した。第一詩集には、バダン。 シャットイル、アラブ、ケイアペラータラニ、ベダルプラターシュラブ、といった作品が含まれ、高い評価を得た。ノズルルは、バングラムスリム文学協会で活動しているうちに、モハンマド・モザンメル・ハックや、カジア・ブドゥル・ワドゥード、ムハンマド・ショヒードラーといった他の若い文士と知り合うようになり、特に、ショヒードラーとは、生涯にわたって、信仰を結ぶことになる。ノズルルは、 バングラムスリム文学協会以外にもギャジェンダーだやバラティアだといったカルカッタの分子詩人、知識人が集う社交クラブの常連であった。ノズルルはタゴールと多くの点で異なっていたが、それにもかかわらずノズルルはタゴールを精神的に自分を導く存在としていた。1921年にノズルルはクミラケンダウラトプルの出版人、アリー・アクバルハーンの名。 ナルギスと婚約した。ところが、同年6月18日の婚礼の日、アリー・ヤクバル・ハーンが婚姻契約に、ノズルルは結婚後、ダウラトプルに住むべしという条件を加えることを公然と要求したため、ノズルルは婚礼の場から立ち去った。ノズルルは1922年に反逆と題した死を発表した。インドの文学会は、ノズルルの反逆論に賛辞を送り、 ノズルルの名声は絶頂に達した。反逆の書質は美尻シであり、イギリスの支配に対して初めて大衆が参加した民族主義運動である不服従運動と同時期であったため、その言葉とテーマは多くのインド人に受け入れられた。ノズルルは反逆のうちに働く様々な力について考察を加え、怒りのみならず、その美しさや機微をも表現した。 ノズルルは続いて、破壊的幸福を書き、第一詩集、炎のことも出版した。その後、短編集となる、悲しみの贈り物とエッセイ集を出版した。ノズルルは、1922年8月12日から、各週刊誌、水星の観光を開始した。イギリスのインド総督府は、反逆詩人のあだ名を取るようになったノズルルを警戒し始め、 水星編集部は、1922年9月に、政治的なメッセージを含むシナンディモイナーアゴモネを掲載した後、警察による手入れを受けた。ノズルルは1923年1月23日に、扇動の罪で逮捕された。ノズルルは、法廷で、長々と自分の主張を述べた。私は詩人である私はアラーにより、未だ表現されていないものを表現するために、使わされた。 未だ描かれていないものを描くために、人は詩人の声を通して、アンダーを聞くのだ。私はアンダーの楽器である。楽器は壊せないこともないだろう。しかし、アンダーを壊せるものなど、どこにもいない。舞台劇ドルバにおいて、ナードの役を演じる、ノズルル。1923年4月14日にノズルルは、アーリープル刑務所から、フーグリー県にある刑務所に移送された。 そこで、イギリス人の刑務所長のひどい扱いに抗議するため、40日間の断食内し、ハンガーストライキを行った。一旦断食を中断した後さらに1、過月間断食を続け、最終的に1923年の12月に、刑務所から解放された。牢屋に閉じ込められている期間中には、非常に多くの創作が行われ、多数の詩や歌が生み出されたが、 イギリスのインド政府はその多くを発禁処分にした。タゴールは1923年に、擬曲バサンタをノズルルに検定し、ノズルルはこれへの返礼として、AJ、シュリクシカー・アラッシュという詩をタゴールに捧げた。1924年8月には、ノズルルの著作ビシャー・バン氏が刊行されたが、イギリスのインド植民地当局により発禁処分を受けた。同書は、 イギリスの支配に対するインドの反抗を喚起するものであり、発禁後も密かに反復され、回し読みされた。ノズルルはヒランファト運動を中身のない宗教原理主義と捉え、批判的であった。ノズルルの反逆的精神は宗教的正当性や政治的正当性を名目にした厳格主義にも向けられた。ノズルルはイギリス帝国からの即時独立を掲げるインド。 国民会議派をも批判したが、独立の機運を高めるために、国民会議のベンガル支部に加入した。ノズルルは、ムザファル・アフメドと共に、民族自立と労働社会級への奉仕を目的とした、社会主義政党、スライミック・プロ・ジャス・ワラジ・ダルの立ち上げに関わり、1925年12月16日に、月を意味する、週刊誌・ロングルの刊行を始めた。 ノズルルは1921年にコミッラを訪れた折にプラミラデイビーという名前の若いベンガル人ヒンドゥー教徒の女性と出会い1924年4月25日に結婚した。ブラモサマジはイスラーム教徒と結婚したプリマラを非難し、イスラーム教徒のウラマーはヒンドゥー教徒と結婚したノズルルを非難した。しかし、中傷にもかかわらずノズルルの 反逆の詩人としての名声は日増しに高まっていった。1927年頃のノズルル息子が生まれた、ノズルル一家は、1926年にクリシュナガルに移り住み、作風は大衆に向けて労働者階級の息吹を伝えるものへと変化していった。ノズルルは、それまでペルシア語やウルデュー語で書かれるのが普通であった、ガザル形式の詩をベンガル語で書いて、 同時代の人々に驚きを与えた。また、バングラジンムスリムの感性に寄り添う作品を多数創作した。ヒンドゥー教の女神、カーリーを称える歌も作成しており、シャイアムス・サント、ボジェン、キルタンといったヒンドゥーの聖歌の形式にのっとる歌も作っている。1928年にノズルルは、グラモフォンや HMV と契約し、ノズルル作曲の歌が、ラジオの電波に乗って、 インド全土で聞かれるようになった。ノズルルは、両性の平等を信じており、このことは、当時の人々にとっては、革命的なことであった。社会的性役割によらず男女混じり合って、それぞれの役割を果たすのが、人生において重要なことだと考えた。さらに、ノズルルは、バランガナという詩の中で、世界最古の職業の人々を、母と呼び、社会に衝撃を与えた。 ノズルルは売春婦を、売春婦であるより前にまず人間であると受け止め、母であり姉であり妹である種族に属する人間で、あるとして、売春婦へ冷たい視線を向ける社会を批判した。女性の権利の拡張論者であった、ノズルルは、作品の中で、新しい文化を受け入れる女性も伝統に浸る女性も、等しく描いた。ノズルルの作品のテーマには、貧困も含まれる。 ノズルルが作曲した歌ナズルルゲーチは2300作ほどあるとされる。自作の歌を共に歌うノズルル1930年にノズルルの本プロレイシクムが発禁になり、ノズルル自身も先導を理由に拘束された。ガンディアーウィン協定の締結後の1931年に刑務所から出される。1928年から1935年の間にノズルルは 精力的に創作活動を続け、代表作の数々が生み出されるが、失われた作品も多い。ノズルルの歌曲は、民衆の俗用に、ベースがあるものが多く、ヘビいの歌ジョンパンを洗練させたものもある。インドの映画産業は、勃興期にあり、ノズルルの才能を必要とした。ベンガル語映画ドルババクタで監督を務めた、ノズルルは、バングラ映画で、最初のムスリムの監督になった。 1937年の映画、ビダイアパティは、ノズルルが前年に書いた、舞台用義曲が下敷きになっている。ノズルルは、タゴールの小説語らの映画本案で、音楽監督を務めた。サチン・セングプタが監督した、スイラー・ジュッタ・ダウラの生涯を描く電気映画の主題歌も、作曲した。その他、モナルル・ゴンゴー・パドヨイの義曲ジャ・ホンギアや、アナ・ヤ・パーナでも協力した。 さらに、作るがのみならずハラモニアのバーガマリーカという分析的なドキュメンタリー映画や音楽評論も手掛けた。インドの古典音楽ラーガに触発された歌も多い。ノズルルの墓所は、タッカ大学の中央モスクである。ノズルルの妻プラミラは1939年に深刻な病気になり、下半身が動かせなくなった。ノズルルは妻に治療を受けさせるため、 著作権を抵当に入れて400ルピーを年出した。1940年に日刊誌ナブグの編集長に就任し、ジャーナリズムの世界に再び身を投じることとした。1941年8月にタゴール死去の知らせを聞くと追悼市ラビハラを作った。追悼市はラジオ放送局オールインディアラジオからインド全土に音読された。その後の数ヶ月の間にノズルルは、 自分自身がだんだん声を出しにくくなっていくのに気づいた。動作がおぼつかなくなり、日常生活に支障をきたすようになった。アーユルベーダなどの西洋医学の代替療法に、頼った治療を続けていた、ノズルルであるが、治療の効果が見られず次第に、具合が悪くなり、精神的にも落ち込むようになった。家族は1942年にノズルルを、 精神病院に入院させたが4ヶ月そこで治療を受けて改善が見られなかった。ノズルルは家族と共に自宅で10年間特に大きな出来事もなく暮らした。ノズルル治療協会ナズルルトリートメントソサイティを自称する集まりが尽力して、ノズルルは最初、ジャールカンドのラーンチーの病院に転院し、その後、ロンドンの病院に、さらにウィーンの病院に転院した。 精神外科の世界的権威、ハンスホーフは、ノズルルの病気がピック病であると診断し、もう治らないと告げた。ノズルルは1953年12月にカルカッタに戻った。1962年6月30日に、妻のプラミラが亡くなった。ノズルルは日常の多くのことに介護を必要とし、発症後は仕事や創作活動から遠ざかった。 新しく誕生したバングラデシュ政府は、インド政府との合意のも1972年5月24日に、ノズルルを軽かったから脱下に連れて行き、1976年1月に国籍を与えた。1972年には、ノズルルの末息子のカジアニルダが亡くなり、ノズルル自身も1976年8月29日に亡くなった。 バングラデシュ政府は2日間の服務期間を設定し、インド共和国の議会でも黙祷が捧げられた。壮列には何万人もの人が参列し、生前の詩の中で歌われていた願いに沿って、遺体は、タッカ大学のキャンパス内のモスクのそばに葬られた。ありがとうございます。